メガブチョ、魚いるんや、小魚、ね、ここに。え、気持ち悪いぐらい集まってる、ほら、あれ。え、なんかいっぱいいる、うん、何あれ。300匹以上、もう500匹ぐらいいるんじゃないかな。もしかして1000匹とかそういうレベルで、500から1000、ちっちゃい魚がいっぱいいるね。そしてほら、水きれいだから見える、うん、はっきり見えますね。いよいよ魚が動き出した。またしても仙台港です。このチャンネル仙台港しか来てねんじゃないかっていうぐらい、ここのとこね、仙台港ばかり来てますけど。あらまあ、船座部長じゃないですか。おはようございます。またあんたたち仙台港なのっていう感じで、もう飽きたよって言われそうですけど。そうなんです。でも我々のやっぱ本は仙台港なんで。あ、ホームなんだもうここ。ただ、はい、時期ね、時期によってだけど。そうだね、まあ、人のいない時のホームね。そう、冬、そうだね、まあ、冬限定、冬はまあほぼ限定で、まあでももう冬は終わったな。そうだね、だんだん釣り人今日多いんじゃない。まあまあ、なんか平日の割には。そう、いつもはね、私たち貸し切り、ここにいる人たちよりもね、先に何かね、はい、熊五郎さんとお魚をね、あっぱれればいいなと思ってやってきましたけど、今日はね、うん、どんな釣りをするかというと、はい、どんな、私はね、会社の先輩からあるものを。何ですかそれ。ホタテなんですよ。そのまま食べた方がいいんじゃない。あ、まあ食べた方がいいんだけど、これ結構ね、香りもそして良くて、これの香りにもしかしたら引き継がれて。なるほどね。あれ、なんか鳥たち騒いでますけど、そのちょっとあげようかな。ホタテに気づいたんじゃないの。多分気づいた。これね、なんか騒ぎ出したよ。なんかこれ鳥、ほら集まってきたよ。やるぞって。まあ鳥に餌を与えに来たわけじゃないけど、はい、これでアイナメとかなんかね、なるほど、そこら辺な、いや、ね、魚ホタテで狙うと。だから見して。あ、シンプルに。まずね、耳、ホタテの耳ちゃんみたいな感じにして。それカレー針みたいなやつ、ね。そうです、はい。これで何が釣れるか、はい。なるほど。はい。ちょっとね、一回進めようかなと思って。目の前。あ、目の前ね。デッキのすぐ前に落としておくんだね。そうです。まずはあと当たり来るの待つだけだね、これね。そうですね。はい。で、まずちょっとね、はい、待ってみます。こんにちは、全然釣れない初心者釣り師、あっぱれ熊五郎です。今日、まあ、宗蔵部長がね、今ホタテで何かあっぱるっていうことで竿を出してますけど、私もね、カメラだけ持ってたんでつまんないんで、一応ね、この公園で多分ファミリーで一番ね、やる、これからね、やる釣りってサビキになると思うんです、この公園の場合はね。なので私このサビキでね、サビキで、ほら、モワモワ、そのまま取っておくとね、このモワモワに集まってきますから、小魚たち。はい、ブーブーちゃん、釣り開始から1時間過ぎてますけども。そうなんですよね。結局何もないんじゃないですか。何にもないんですよ。部長、魚はいっぱい動いてます。うん、どうですか、あなたのホタテ食べに来る人はいますか。ホタテを食べに来てくれるその魚がね、いないんだよ。さっき泳いでたちっこいのやっぱホタテ食べないんだ。あれは食べなかったっすね。あ、ついてるな。全然いじくられてないですよ。
ムズロブチョウ、なかなかまともに大きい魚いましたよね。やっぱこういう魚がね、泳ぎ出してるんだね。泳ぎ出してるってことは少しは期待はできるんだけど、ムズロブチョウ3時間経ちましたよ。3時間経ちましたね。あの本当にね、こんなに今日ね、すごい暖かいのも、はい、外はこんなに暖かいんだけど、うん、中はまだまだ冷たいのかな。本当にね、何にもいない、何もいないというか、さっき魚を泳いでたけど、うん、何にもこれにかかってこない。そうだ、はまいったな、本当にな。もうみんな申し訳ない。本当になかなかね、魚本当に見せれないんだわ。ちょっと開けてみますか。はい、あーほら変わんない。この餌が悪かったんじゃないの。あ、お磯目とかの方が良かったんじゃないの。そうですね。だからまずちょっとね、反省を生かして次回ね、はい、青磯目でまだここに挑戦するの。ここに行かないです。え、場所変えます。あ、場所変えるのもう。あれね、みんな多分もう NX は多分ね、みんな飽き飽きしてると思う、うん、飽きてると思うから、はい、今度はね、場所変わります。場所移動する。はい、わかります。場所はまだ言いません。はい、はい、ね、それを次はね、狙いますからね。そればっかり言ってるけどね。はい、もうそれ言う、うん、もう僕は、うん、もうずっと言ってる、言ってる、はい、次はじゃあ魚アッパルのね、はい、その姿を見せるの。はぁ、あ、すいません、はい、皆さん、もう少し我慢してください。わかりました。はい、では今日はね、こういう散々な結果でしたけど、はい、またね、次回お会いしましょう。ありがとうございました。言えなかったね。Ah.